こんにちは、みさきです。はい、始まりました、みさきの部屋です。お願いします。今日はバランスのいいスカーフの巻き方をやっていきたいと思います。ちょっと暖かくなって気分も少し上げていきたいなと思うそこのあなたぜひこれを参考にしてテンションを上げていきましょう。それでは動画スタート。ベイビーヘアオイルを使います。4滴くらい出します。手のひらに伸ばして毛先から表面までしっかりとつけていきます。おくれ毛を顔周りと耳上げでだいたい3ミリくらいの幅で下ろします。後ろの髪の毛を真ん中よりも少し右側でまとめていきます。ゴムでお団子の形に結んでいきます。毛先が前を向くように結べていれば OK です。スカーフをこの形に畳んでいきます。お団子の位置の対角線上になるここの位置にスカーフの真ん中の部分を置きます。耳の上で裏返すように半回転させます。後ろに持ってきてお団子の下から上に巻きつけて結びます。お団子の部分を持って少しトップにボリュームを出します。お団子の部分を少し裂いて完成です。はい、こんな感じで出来上がりました。ここの部分を少しねじることで広がりを抑えられるのでバランスもよく見えます。ぜひ参考にしてみてください。気分を上げていきましょう。バイバイ。